プロジェクトをが、立ち上がった際にハサミの、歴史の再定義をしようという、やっぱちゃんとアイデアが欲しいなってい、ね、いやだからもひょっとすると前見てもいいですけど、ちょっと冒険してもいいのかな、もっとなんかこう木をてらったようなものを完成度高く作ってきてもらえたら、なんかもっともっとこうなんていうかな、活性化されるかなって思いました。これもう運命で、僕あの前あのパリ来た時に永住権をね取れるまで働かせてもらってたボスのアトリエで、エッフェルの時代のパリ万博の時のものなんですよ。だからもう800年代で、まあ僕が独立するのと同時にその彼女引退だったんで、もう私引退するけど使うって言ってくださって、でまあ引き継いだっていう感じですね。僕よくメジャーリーグに例えてて、野球のやっぱパリってファッションで言うと、まあ、完全にメジャーリーグだなと思ってるんですよね。その世界中からチャンスをつかみに人がやってきて、で自分の居場所を見つけられた人はまあ残っていけるけど、まあね ほとんどやっぱ残れないんで、やっぱこの地で結果出すっていうのはまあ、すごく大変ですけど価値のあることかなっていうのを思いますね。働き始めたら次はやっぱりね、言葉の壁だったりとか、文化のっていうかそのセンスの壁があるんでね、いまだに僕今15年目ですけど、多分僕のフランス語能力って20歳は言ってるかな、多分ぐらいなんですよきっと。要するにそのなんだろう、こう論破になったら負けちゃうんで、絶対論破できないから、だからじゃあどうするって、もうこのやっぱ物を作ってる仕事だから、この物で圧倒的な結果を出すしかなくて、だからもう全く言い訳ができないっていう。やっぱこの日本にいて、僕なんでそもそも、僕言われるんですよね、なんで海外に来ようと思ったのと、そのまあリスクを取ってって言われるんですけど、もうそれ僕もう明確な理由があって、僕は日本にいた時もう特に日本パリに来る前の年とかって7割6割ぐらいの仕事で仕事が回っちゃったんですよね。だからこうなんでしょう、こうあもうやばいかもっていう限界出し切ってなかったんで、なんかこうルーティーンの中で仕事してて、僕このままこの状況続けたら、なんだろう、自分がなんていうかな、もう成長が止まってダメになるなと思ったんで、だったらこうどうやったら自分の限界外せるかなと思った時に、もう世界最強の街に行こうっていうね、っていう決断だったんですよね。去年のメンズのロエベのメンズのコレクションのものですね。これね、これも本当に何だそう、そのどういう風に作るかっていうところから相談されて、でまあ帽子のなんだろうなノウハウで作ってるんですけど、これは本当もう今のデザイナー強烈に印象残ってて、どこ行ってもこれ作った人って言ったらあれ作った人って出ますね。帽子ってこうなんていうかな、こう土台の上にその上に素材を貼り付けていくっていう作業をクラシック技法ではやるんですね。土台の素材の上にこう伸ばし込んで縫い目がない状態でこう貼り込んでいく、それと同じことを、まあ、だいぶ規模大きくなってるんですけど、洋服でやるっていう。なもんで、これ実際のものは、後ろ中心に縫い目が1個、あと、脇の下に縫い目が1個しかないんですよ。でも、この立体を。これは本当、僕自身にとってもね、ものすごいチャレンジだったんですけど、できましたね。だから自分でも感動しました。あ、こんなことできるんだ、と思って。まあ、だからでっかいチャレンジでしたけど、やっぱこうできるかできないかの
まあ、このハサミも本当そうですけど、特にこのさっきの話になったこのハマグリバだったりとか、このピッチが徐々に変わっていくセレーションとかマイクロセレーションとか、もう本当に業界ではね気狂ってるんちゃうかっていうレベルのことしてるんで、やっぱねそれぐらいのことをやらないと時代は変わんないかなっていうのがあって、やっぱ道具がいいとそもそものなんていうかな、その仕事の進みが違うというか、でもそれはそのもちろん作業効率が良くなるっていうのはありますけど、でもそれ絶対それだけじゃなくて、ね、やっぱこうモチベーションにねつながる部分もやっぱすごくあって、で特にねこの O に関してはこう本当裏テーマでこうハサミの歴史をもう一度再定義しようっていう裏テーマがあって、一番最初貝印のね開発のメンバーの方々と喋ってて、ハサミって刃物の中で一番難しいと、刃と刃がこうねじれてるわけで押さえないといけない部分もあって、底の具合とか距離とかとハンドルの形とか大きさとかいろんな要素があって初めて一つの切れ味になるって話聞いた時に、だからあんまりこうなんでしょうね、ハサミってそんなに進化してないんだなっていうことをこうお話聞いた時に、あだったら今こそね100年115周年での歴史を持つ貝印だから、この長年なかなか大きいイノベーションがなかったこのハサミに新しい歴史を作りたいなと思って、この O 以降ハサミが変わったよねって、そういうハサミを目指してこのハサミを作りました。やっぱり手に取って実際この切れ味を味わってもらいたいです。でこう普通刃とハマグリ刃とあとセレーションなんですけど、やっぱそれぞれ全然切れ味が違うんでね、いやーいいっすね、本当にこの音がもう最高なんですよね。帽子って洋服と違ってこう本当にありとあらゆるその要素を持った素材を切るので、がゆえにこの実は O にはラインナップがあって、こう一番多用するのはこの170番で、これは本当にもうこう自由に動かしながらも作業しやすいっていうものでそういう意味でもこれ作ったんですよね。こう帽子特有の硬いものフェルトだったりとか、やっぱプラスチックだったりとか、あとあの麦わらみたいなものも切断しないといけないんで、そういうものにはこの150を使って、もう本当にこれも実はものすごくこうちっちゃく見えるんですけど、どんな分厚いものを切っても刃が負けないようになってるんで、かなり特殊だと思うんですよね。こんなハサミ本当に今まで、まあ、多分誰も作ろうと思わなかったんだと思うんですよね。自分でもやっぱねこれだっていうのがあって、もうすごい感動しましたね。逆にこの100番は糸をどうやったらこうその糸を狙って切れるかで、かつその縫った後、アイロンで割ってで縫い代を切り落としていくときに、いかにこの下の刃が生地に引っかからずにスムーズに切れていくかっていう、そこを追求しました。でやっぱこの形状も本当に最もこう長時間使ってても疲労が全然来ないというかっていう部分も追求したハサミですね。だから本当にこれは僕一回使ったらイノベーション起こるんじゃないかなと思ってますね。こうオーバル最大の売りの一つなんで、もともとやっぱこの形なんですけど、作業しててこう引っかかるんですよね、この出っ張りが。でここのやっぱこう引っかかりを究極になくすのと同時に、じゃあこれなぜオーバルかっていうと、切るときに、こう、はってこう、ちょっと開くんですよね。この開くのを、こう、抑えるために、この距離を出したっ
機能美がこの美しさになってるっていう、そういう形になってて、このハサミを作っていく中でこう常にあのお話ししてたのが、究極の機能美を追求したいと。これもう本当に大発見だと思うんですよね。でこう手と直結するような、もう逆にこの歯の先の部分が自分の第二の手のかのように操作できるハサミにしたいっていうものの究極版がこの形になったんですよね。これ実際このハサミの開発関わってみて、この250のバランスがこう一番作りやすいなっていうのを僕開発関わる中でこうよく分かったんですよ。がゆえにやっぱりね、最終的に到達するのはこのやっぱこう一回り大きい、これ280なんですけど、このサイズがこういかにうまく道具としてハサミとして作れていけるかって、なんだろう、そのメーカーの持ってる能力って出るんじゃないかなっていうのがあって、やっぱり世の中にあるその280のものってこう持った時にこう重心がどうしてもこう前に来るから、そもそもこうやって振り回すのも結構大変なんですよね。多分そこまで注力できないと思うんですよね。その生産性だったりも考えた時に。ただこの王の280はもちろんそこまで考えてあるんで、もうこうやって持ち上げても全然実は使えるっていう、そういう強さもあるんです。うん、これは本当に絶対ね、仕事でハサミを使われる人には絶対手に取って試してもらいたい道具ですね。そうなんですよ。特にこの我々ハマグリバーを、これってもともとやっぱこうリビオットの髪の毛を切るための、で使われている、まあ、歯の形状なんですよね。このリビオのハサミをで布切っていいですかって聞いたんですよね。そしたら半分なんでしょうね、まあ呆れた笑いがあって。まあ、これいい意味なんですけど、最終的には。で、使わせてもらったんですよ。たら、想像の10倍ぐらい持ったんですよ。で、あ、これ絶対ポテンシャルあるんでやりましょうって言ったんですけど、それでもまた、その開発の方、いいですけど、すぐ切れなくなりますよ。言われて。だったら、じゃあ金属、その地金の、に使うこの金属から、考えましょうかっていう、そこの話なんだ。実際やっぱ硬いということは、こう加工していくのもやっぱすごく時間と手間と技術がかかる。あ、だったらそれができてないんだったら、そこやりません？そこやったら、このハマグリバのこの華奢さを支えてくれるんじゃないですかって、もう無謀だと言われたけど、もう業界では本当にバカかって言われることだったんですけど、挑戦してみたんですよ。そしたら想像以上にその耐久力上がって、このハサミもう研ぐというなんていうかサービスを提供同時にして、一生、まあ、本当に刀ですよね。このハサミと共にこう成長していく、そういう文化をこうメンテナンスっていう作業で一緒に作っていけたらなという話をしているんですね。だからそこの部分もやっぱりこうこの王ハサミを使う一つの醍醐味かなって感じています。こう究極の切れ方って、それこそ漫画で日本刀を使われる映像の時ではそうですけど、こう切られた瞬間、切られたことに気づかないで、こう時間が経ったらこう、あ、切れてたっていうかなっていくっていう状況、そういう切り方こそこう究極の切り方かなって考えてて、でそれを目指したいっていうのをずっと言ってたんですね。このプロジェクトが始まった当初からそのひろあき社長と喋ってたのは、こう一番難しいプロダクトだからゆえにブルーオーシャンですよねって、ここを取ることができたらもうすぐ世界一ですよねっていう話をずっとしてて、それぐらい2倍刃を究極にこうなんていうかな、絶妙なハーモニーをこう奏でていくのがやっぱ難しいんだなっていうのはね、つくづく思いますね。だから本当に
ね、こう115年の開示にふさわしいプロダクトかなと思ってますね。